ペトラちゃんは見た。久しぶり、元気？私はツツジ。成人式で久しぶりに地元に戻ってきた大学2年生だ。ツツジ、カリン、久しぶり。元気だった？うん。カリンは小学校の頃の同級生。こうして昔の知り合いとゆっくり会うのは久しぶりだ。ツツジはこの後どうする？小学校の同窓会に参加するよ。カリンは？私も参加する。正直中高の知り合いより小学校の方が付き合い長かったしね、私らって。そうだね。私たちの出身校はいわゆる小規模校で、クラスの人数自体は20人以上いたものの、6年間クラス替えもなかった。そのためほぼ同じメンバーで小学校の6年間を過ごしたのだ。あっちの会場だって。あの人も来るのかな。あれじゃない？正直私は参加するかどうかギリギリまで悩んでいた。別に甘酸っぱい何かがあるわけでもない。クラスでいじめられていたわけでもない。ちょっと打ち解けられないグループももちろんいたけど、理由はあの人、高松先生だ。ラーメンうめー。声かけないわけにはいかないでしょうしね。しかも赤松先生が来ないわけないよね。イベントとか好きそうだし。赤松先生は、はい、じゃあ次。私たちが5年生、6年生の頃の担任だった。正直私はこの人が好きではない。ツツジ大丈夫？平気だよ。あっちの方で飲もっか。うん、私お酒そんなに強くないけど。幸い私も少しは大人になった。昔のことだからと気にしないようにして。今どこにいるの？赤松先生からも離れてクラスメイトと談笑することができた。その後同窓会は穏やかに過ぎ。久しぶり。大丈夫？二十歳になったばかりのお酒でみんないい具合にほろ酔い加減になってきた。その時だ。おい、お前ら飲んでるか？久しぶりだね。赤松先生はとうとうこちらへやってきた。先生、お久しぶりです。なんだお前ら、今何してんだ？私は県外の大学で。私も。さっきもそこで覚えたってか。一枚だな、おい。先生は今何されてるんですか？あ、教師続けてるに決まってんだろうが。たく、デンドロンは相変わらず頭が鈍いね。来た、デンドロンとは私のことだ。私たちが5年生の時。知ってるか？ツツジって英語でアザリアっつうんだった。お前には似合わねえな。でもロードデンドロンとも言うらしいんだ。お前に似合うのはデンドロンだな。よし、今日からお前はデンドロンだ。だらでさえ暗いんだから呼び方くらい明るくしてやんねえと成長しねえだろ。まあデンドロン。思い出したら腹が立ってきた。もう大人なんだし我慢我慢。いや、今教えてるのにも面白いのがいるんだ。え？アザミってんだからな。お前らアザミって英語でなんつうか知ってるか？いえ。シスルってんだよ、シスル。そいつも地味で暗いからシスルってあえて明るい名前で呼んでんの。はあ、でもこれ皮肉な。そしたら男子がどこで覚えたんだか、シスルって呼び始めたよ。おい、シスル。スカ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 ってな。それも似合わねえのなんだって。傑作だよな。この人、今もまだそんなことしてるの？でも今はそんなこと先生が言ってたら問題になりませんか？大丈夫大丈夫。真面目な優等生でも暗いやつは親に言わねえからな。お前みたいな変に正規感があるやつはともかく。え？ん？何ですか？いや、変わるもんだなと思ったよ。あのチビでネクラだったデンドロンと口うるさい委員長がこんないい女になるんだもんな。俺も教師として鼻が高いな。昔可愛がってやっただろ。恩師にお礼のお酌をしろよ。ちょっと先生。先生。いいだろ、スキンシップだよ。私たちは少し大人になれたと思ってたけど、この人は何も。ツツジ、ごめん、カリン、ほらね。え、ちょ、
あんたお酒そんなに強くないってさっき。ふーん。辻人、大丈夫？笑い上手か？先生、先生は何にも変わってないんですね。そうか。いや、年にしては若いとは言われるけど、年はそれなりに取ったと思うぞ。違う。そこじゃないですよ、先生。先生さん。え？お酒を飲むことはない。いや、酔ってもこんなに悪酔いすることはないと思っていたのだが、頭で何かが弾けてしまって、飲まずには喋らずにはいられなかったのだ。先生、覚えてます？私が宿題忘れちゃったとき。宿題忘れてた？ごめんなさい、何の格好に忘れちゃって。いいわけもいい。ちゃんとこれだからお前はね、こういうとこ見てるとイライラすんだよ。うん、あの赤松先生、あ、どうしたあかね。ごめん、今日までのプリント家に忘れてきた。なんだもう、お前はほんと仕方ないやつだな。明日は忘れるなよ。忘れてきたら小テストの満点なしだからな。ごめんって。ねえ、出すなら出してさっさと行け。グズだな。机分けるわ、無視するわ、特定のコーヒー液するわ。まあでも仕方ないですもんね。好き嫌いぐらい誰でもありますもんね。嫌いな子供には変なあだ名つけて笑い物にするくらい先生には普通なんですよね。もうそうだったよね。お小松先生ってさ、はい、酔いすぎだぞ先生。うちのクラスの学級委員それはお前、カリン。私です。誰もやりたがらなかった学級委員長を地味で取り柄もないからって私に押し付けて。お前がやれ。その挙句頼りにならないからって委員長の仕事はカリンに投げて。そのプリント期日までに集めておけよ。私、それでカリンのあだ名が委員長。そりゃ仕事のできない名前だけの委員長で私のことなんかすっかり忘れてるでしょうよ。はぁ、あ、つつじ、まあ私たちも少しは大人になったし、先生も少しは成長してるかと思ったんですが、相変わらず生徒を傷つけることしかできないんですね。がっかりですよ。デンドロ、いや、スジはもうかなり酔ってるな。今日はもう帰りなさい。ちょっと先生、じゃあ帰るんだ。後で覚えてろよ。押さないでください。もうやめないよ、赤松先生。お前、まさかギャラヒー。そうですよ、よく覚えてくれてましたね。母子家庭で食うものもないだろって言われて、体調が悪かったのに無理やり給食を食わされて、全部食え。結局吐いて後始末も自分でさせられて、お前ゲロ臭いから廊下にいろって言われて蹴られた。ヒーヒー言ってたあのゲロヒーですよ。そんなことまでしてたんですか。ほんと最低ですね。それはその、先生、僕が警察になりたいって言った時、なれるわけねえだろって笑いましたよね。ああ、どうせ覚えてないんでしょ。でも僕は忘れてない。大変でしたよ。大学に行くお金はないから、なんとか進んだ高校で死に物狂いで勉強して、警察に就職するのは。じゃあお前、さっきから見てましたが、セクハラにパワハラ、暴行に恐喝もあったかな。今日僕は非番ですけど、見過ごすのはねえ。俺は今日もう帰る。
大丈夫？私何を。あのバカ教師にはほんとうざいったら。そうだよな。私を責める人は誰もいなかった。意外なことに贔屓されていたはずの子たちまで赤松先生をよくは思っていなかったのだ。正直さ、ベタベタとスキンシップしてくるのすげえキモかったのよ。それにお情けで満点もらったってね。所詮小学校のテストでしょ。あ、先生からメッセージ来た。てか普通教え子に連絡先聞く？ないない、マジありえないんだけど。私にも来た。二次会はどうするんだ。だって典型的なおじさん構文ね。呼ぶ？呼ぶわけないでしょ。ブロックよブロック。じゃあ私も。本当はね、今日も先生が昔と全然変わってなかったらちょっと懲らしめようって茜さんたちと話してたんだ。そうなの？あまり褒められた話じゃないけどね。一応僕警察だし、いろいろ準備もしてたんだけど、ツツジさんが短歌切ってるの見てたらなんだかすっきりしちゃった。ありがとう。いや、そんな。何をするつもりだったんだろう。準備？その後、同窓会は滞りなく二次会三次会まで行われた。当然、赤松先生の姿はなく。返事が来ない。ブロックされてる。誰も赤松先生を話題にも出さなかった。お酒を飲んで豹変した私のことは散々話のネタにされたが、さっきのツツジさんすごかったな。ほんとほんと。不思議と嫌な気持ちにはならなかった。そしてツツジー、ねえ今度みんなでキャンプとかしない？いいね。じゃあ私テント持ってくよ。私のことをデンドロンと呼ぶ人も一人もいなかった。赤松先生、まさかクラス全員から嫌われてただなんて思っても見なかったんでしょうね。そうだね。私なんかに言いまかされたことよりもその方があの先生にとってはきつかったんじゃないだろうか。あいつあんなに可愛がってやったのに。こいつもこいつも。先生はあの頃から大人になれてなかったのかもしれないね。ほんとほんと。それに昔と今は違う。あんなことを続けていたのではそのうちもっと痛い目に遭うだろう。赤松先生、あざみさんへの言動について保護者の方から苦情が来ている。え、聞いた内容が事実なら君は教師どころか人間の風上にも置けない。この学校に座らせるわけにはいかんな。そんな。年齢だけでは大人になれない。反面教師という言葉が思い出される、そんな出来事だった。ご視聴いただきありがとうございました。逆にこんな振る舞いをしておいて生徒から好かれていると勘違いできるのってすごいですよ。というか昔だろうと今だろうと変なあだ名をつけてからかうのってダメなことに変わりないと思いますけどね。まして本人が嫌がっているならなおさらですよ。そんなこともわからないようなら体は大人でも中身は全然子供ですよね。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでもスカッとした方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。